どうも、名所の帰ってです。おすです。はい、何ですか、ここはどこですか。ここは僕の家ですね。あれですね、春樹くんともっちくんがいませんね。ということは、ということは、まさかの、まさかの初の、初のドッキリ企画です。ということでね、ドッキリ企画といっても何をするんだってところなんですけれども、単刀直入に申しますと、春樹にこいつを買わせたいと思います。タランチュラですね。YouTuber っぽい。まあどうやって食わせるかっていうのはね、ちょっとね、やってくれるか一応微妙なところではあるんですけれども、キキスナックって言って、いろんなお菓子をこう目隠ししたまま食べさせます。それをやってって、最終的に最後の問題でこいつを食わせます。多分ね、食ってる最中にこれ何やばいやばいっていうのは多分気づくとは思うんだけど、実はお前が食ったのはタランチュラなんだよって言った時の反応をね、見ていこうかなっていう。なるほど。でいこうと思います。ということで、今のでパチって変わってくれたはず。くだらない話は思いつくのに。準備できましたか。できました。どうしようと、カイトと、モスと、モチです。ということでね、はい、本日はですね、何をやるかって言いますと、はい、何も知らないんですけど、今それを説明するんです。はい、僕ら始めてから1ヶ月ぐらい経つわけですよ、 YouTube をね。でですね、つまんない企画ってあるじゃないですか、やっぱり。もうなんかその、まあね、そういうのをつまんないで終わらせるんじゃなくて、いかに面白くするか、あ、それをちょっとやっていきたいなと思って、今日はもうシンプルにキキスナックを やります。もう嫌でもやります。分かりました。そういうことね。そうです。しょうもない企画をいかに楽しみつつ見てる側も面白くするかっていう、演者側の能力を鍛えようことね。そういうことです。腕の見せ所ですね、これは。そうですね。え、一番ないじゃん。みんなのね。声ちっちゃい、前向かない、進行できない、みんなの。というわけで、今回はつまらない企画を面白くしていきましょう。はい、はい、はい、目つぶって、目つぶって。お前食うんだよ。食うのに目つぶるって。まず第1番目はこちらです。あ、汚い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 。はい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 。お、コーンポタージュ。コーンポタージュ。コーンポタージュ。はい。第2問こちらです。うわぁ。なんだよ。うわぁ。これ、これ噛んでいいよ。うわうわ、食べたことないよ、これ。俺もっち、いや全然わかんなかったんで、もう具体的に書きました。チョコストロベリーまんまパターンね。はるき、いちごチョコ玉のせ、いちごの玉です。チョコどこ行って。まあまあまあ、ほぼ全員正解です。こちらです。わかんねえよ、これ。トップバリーわかんねえよ。見たことない。わかんねえよ。第3問はこちらです。難易度がさ、なんかもめこう。じゃあのせ、バター揚げポテト、ブラックペッパー。一緒です。はい。ええ、ブラックペッパーのあの薄焼きのせんべい。ネタ？いや、ネタじゃない、俺ガチで、ガチで俺これだと思っちゃった。答えはこちらです。おい、ですよね。いや、そうだ。笑ってくださいね。なあ、浮かんだんだ。なになになに、怖い。何今の。えラスト問題はこちらです。うまいもん食わせろよ。本当だよ、ラーメン。それラーメン、次はうまいよ多分。なんかあれの、あれの音がする。サラダチキン包んでる。あー、やつね、味がチッとなってるやつ。はい、口を開けてください。怖っ。いやー、やだ。怖い。じゃあまずもっち。はい。いやー、ない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 。次、はるき。もちもち開けた方がいい。あー。ちょっとあれ、ちょっとやめて。うわーわーわー。ゆろゆろゆろ。なにこれ。目を開けてください。何食べたか分かりますか今。え、ええ何も食べてないよ。今あなたしか食べてません。やばい、やばい、おいしい、おいしい、やばい。味はどうすか。もうそれ
じゃあちょっとあの飲み込む前にいいですか。待って飲み込む前に多分入っちゃう。いやもういいよ。やめよ無理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 。じゃーん、タランチュラです。まずかないよ。まずかない。あれあんじゃん、なんかナッツとさ小魚が入ってるさ、給食とかに出るやつあれのなんかちょっと出汁が強いめの味みたいな。え、結構ちゃんと雲だった。ちゃんと雲だった。ちゃんと雲だった。多分足が折れた、入れようとした時にさ、あ、足